アリス様が警戒するわけだな。よもや記憶解放の奥義まで使うことになるとはね。記憶？あなたこそ。やっぱりさすがだ、聖護騎士殿。この状況で感心している場合か。僕、最初からどこかで聞いた名前だと思ってたんだ。さっき、ようやく思い出した。この人はね、キリト、今年のノーランガルス北帝国第一代表剣士、四帝国統一大会の優勝者、エルドリエ・ウールス・ブルーグだよ。私が北帝国代表剣士、エルドリエ・ウールス・ブルーグ。その通りです。学院の掲示板に確かに書いてありました。紫の髪の美女婦で流麗極まる剣術で全ての試合を一本勝ちしたって。違う、私は聖護騎士エルドリエ神聖室31だ。知らぬ、ウールス・ブルーグなどという名は。でもあんただって生まれた時から聖護騎士だったわけじゃないだろ。騎士に任命される前はそういう名前だったんじゃないのか。知らん、私は知らん。私は最高司祭アドミニストレータ様の招きを受け、聖護騎士として天界よりこの地に召喚され、エルドリアについて他に知っていることはないか。何でもいいからこいつの記憶をもっと呼び覚ますんだ。エルドリア、あなたは帝国騎士団将軍エシドル・ウールス・ブルーグの息子だ。母親の名前は確かアルメラ。そう、アルメラだ。そうだ、思い出せ全部。罪人よ、騎士31から離れろ。高貴ある聖護騎士、堕落の誘いを試みたち、もはや許せぬ。獅子を射抜いてから牢に叩き返してくれるわ。走れ。おい、こっちじゃ。誰だ。こんなところに扉。キリト、逃げ道はない、行くぞ勇者。ここはもうセントラルカセドラルの内部なのか。そうであるとも言えるし、違うとも言えるな。わしが本来の扉を消去したゆえ、この大図書室はカセドラル内部に存在するが、何者も入ってくることはできない。わしが招かない限りはな。大図書室。うむ、ここにはこの世界が創造された時よりのあらゆる歴史の記録と天地万物の構造式、そしてお主たちが神聖術と呼ぶシステムコマンドの全てが収められておる。あんたは一体誰なんだ。わしの名はカーディナル。かつては世界の調整者であり、今はこの大図書室の
ただ一人の使者じゃ。あらゆる歴史、四帝国の建国以来の年代記が全部ここにあるんですか。どうじゃな、読みたければ書家の本を読んでもよいぞ。どれでもいくらでもな。少し休んで作戦を練り直そうぜ。賢明じゃな。さてお主ら、右手を出せ。ああ。すごい。ありがとう。うむ、あの階段から先が歴史の回廊じゃ。ありがとうございます。それでは少し失礼します。ここにある創世記は氷協会の最高司祭が口述して筆記官に書き取らせた創作物ではあるがな。じゃあやっぱりこの世界に神様は実在しないのか。ステーシアもソルスもテラリアもベクタも。オラン、アンダーワールドの民が信じている神話は教会が支配権を確立するために作り広めたものに過ぎん。神たちの名は緊急措置用の最高権限アカウントとして登録はされているが、外の人間がそれでログインしたことは一度もないよ。あんたはアンダーワールドの住人じゃないんだな。この世界の外側、システムの管理者たちに近しい存在だ。うん。そしてそれはお主もじゃな、無登録民キリトよ。ああ、そうだ。アンダーワールドを作った者たちの名はラース、 RATH。 そうだな。いかにも。そしてあんたはカーディナルシステム、仮想世界を制御するための自律型プログラムだ。ほう、それを知っているか。あちら側でわしの同類と接触したことがあるのか。まあな。でも俺の知る限りカーディナルシステムにそんな擬人化インターフェースは組み込まれてはいなかった。一体あんたはどういう存在なんだ。この場所で何をしているんだ。それではこの世界についてお主に話すことにしよう。このアンダーワールドはある目的を持って外部のものによって作られた箱庭、人工世界じゃ。原初、わしがまだ意識を持たぬ管理者だった頃、現実世界から4人の人間がこの土地に降り立ち、人工フラクトライトの子供を育てたのじゃ。その際に後の禁忌目録の礎となった善悪の倫理観が教えられた。原初の4人、つまりこの世界を作ったラースの研究員たちか。うむ。じゃがおそらくその原初の4人の中に知性に秀でていても善ならざる者が一人だけ存在したのだ。そやつがいわば汚染したのさ。その結果、子に所有欲や支配欲といった利己的な欲望を伝えてしまった。その子供が祖先となったのだ。今の人界を支配する貴族や皇族、そして氷協会の上級司祭たちの名。この世界を支配しているのは最高司祭アドミニストレータ。彼女が禁忌目録を作成し民を支配している。かの女が現在のこの永遠に停滞した世界の支配者といえよう。また外部との連絡手段を持つものである。順に話そう。氷協会という絶対統治機関が作られたのはおよそ350年前のことじゃ。Thank you.
原初の4人のログアウトから数十年後、住人たちはすでに数人の領主に支配されていた。ある時反目していた領主家の間で政略結婚のようなことが初めて行われ、天使のような可愛らしい容姿と全フラクトライトの中でも最大級の利己心を併せ持った赤子がな、名をクイネラという。後にアドミニストレータと名乗るクイネラという少女は神聖術の修練という天職を与えられ、神聖術つまりシステムコマンドの解析を始めた。クイネラはわずか11歳の時に無害な金飛び狐に攻撃術を試し撃ちし、権限上昇の仕組みを発見したのじゃ。やがてクイネラは夜ごと家を抜け出し、家族や村人に隠れて殺戮を続けたのじゃ。クイネラの権限レベルは際限なく上昇を続けた。同時にコマンドの解析も着実に進み、彼女は天命回復や天候予測といった、そして神の申し子と信じられ、セントリア民たちに崇め奉られたクイネラは、神のために祈る場所が必要だと告げ、すぐに村の中央に白大理石の塔が建てられた。それこそがこのセントラルカセドラルの原型よ。そして同時に氷教会350年の歴史の端緒じゃ。禁忌目録を生み出したのはこの世界を支配する氷教会の最高司祭アドミニストレータじゃよ。それでもあの女が禁忌目録を生み出した理由は決して道徳心のためなどではない。クイネラの支配体制は盤石となりつつあり、人口は増加し、人々の居住地域も拡大していった。じゃが己の目が届かぬ部分が出てくるとクイネラは不安になったのじゃな。辺境の地で自分と同じように神聖術行使権限の秘密に気づく者が現れるのではないかと。そこで彼女はあらゆる人間を確実に支配するために明文化された法を作ることにしたのじゃ。第1項には氷教会への忠誠を書き、第2項に殺人行為の禁止を記した。無論人間を殺せば殺した者の権限レベルが上昇してしまうからじゃ。禁忌目録を配布し、氷教会の支配を絶対的なものにしたクイネラだったが、求めたのはさらなる権限、さらなる秘跡、己に与えられた最後にして絶対の限界、天命すらも超越するほどのな。そしてついにクイネラは手に入れたのじゃ、この世界に存在するシステムコマンドの一覧をな。掩体やコマンドリストの呼び出しに成功したクイネラはまず自分の権限を最上位にまで引き上げた。カーディナルシステムのみが持つ権限のすべてを己に付与していったのじゃ。地形や建築物の操作、アイテムの生成、そして天命の操作までもな。天命の操作、それはつまり寿命の限界を突破できるということよ。クイネラは天命値を全回復させ、天命の自然現象を停止させ、アドミニストレーターはなぜ氷教会を作り人界の支配を目論んだんだ。もともとは彼女の持つ世界で最も利己的な意志と際限のない支配欲に駆られているだけだった。じゃがその欲望ゆえに
奴は自分と同等の権限を持つ存在すらも許せなかったのじゃ。それはカーディナルシステムそのもののことか。しかり。じゃがいかに神聖術にはたけようと、所詮クイネラは科学文明とは縁なきアンダーワールド人じゃ。クイネラはカーディナルシステムそのものを己に取り込もうとし、その結果カーディナルシステムの基本命令を己のフラクトライトに書き換え不可能な行動原理として焼き付けてしまった。権限レベルだけを奪うつもりがカーディナルと自らの魂を融合させてしまったのじゃ。カーディナルの基本命令ってのは具体的には何なんだ。秩序の維持じゃ。その命令を魂に書き込まれたクイネラは混沌し、一昼夜眠り続けてから覚醒した。その時にはもう彼女はあらゆる意味で人間ではなくなっておった。老いもせず、水も飲まず、パンも食わず、欲するのは己が支配する人界を今のまま永遠に保つことのみ。クイネラがアドミニストレーターとなってから70年後、彼女は己に何らかの異変が起きたことを自覚した。睡眠時以外でも短時間意識が途絶したり、数日前の記憶が再生できなかったり、何より完璧に暗記しておるはずのシステムコマンドを即座に思い出せなくなるという。彼女は管理者コマンドを駆使して己のフラクトライトを詳細に検査し、その結果に戦慄した。なんと記憶を保持するための領域の容量がいつの間にか限界に達しておったのじゃ。当時、つまり今より200年前のことじゃ。氷教会のシスター見習いとしてセントラルカセドラルの仮想で神聖術を学ぶ年の頃10ばかりの女子がおった。アドミニストレーターはその女子をカセドラル最上階の居室に連れてこさせると、慈愛に満ちた聖母の微笑みで迎えた。奴は言った。あなたはこれから私の子供となるのですよ。世界を導く神の御子に。アドミニストレーターはその女子のフラクトライトに己がフラクトライトの思考領域と重要な記憶を上書き複写しようと考えたのじゃ。じゃが失敗した。失敗？そうとも。なぜなら女子に乗り移り、それまでの自分を処分するその一瞬だけ、同等の権限を持つ神が二人存在してしまうことになるからじゃ。教えてくれカーディナル、あんたは一体何者なんだ。まだわからぬか。クイネラが己の魂に刻み込んでしまった基本行動原理は一つではなかったのじゃ。メインプロセスに与えられた命令、世界を維持せよ。そしてサブプロセスに与えられた命令、メインプロセスの過ちを正せ。サブプロセス、過ちを正す。つまりクイネラは魂のコピーを行うために別の少女のフラクトライトに自分の人格を上書きした。あんたはその少女に人格が上書きされた際に肉体を獲得したもう一人のクイネラ、正しくはクイネラがカーディナルプログラムを取り込んだ時から存在していたサブプロセス。いかにも、わしは奴の魂の複製儀式の際に新たな肉体を得てしまった。わしらは互いに見つめ合い、直後圧倒的な敵意を意識した。
これはどうしても目の前の存在を許すわけにはいかないと。そしてその瞬間にわしとアドミニストレーターの戦いが始まったのじゃ。初めて対峙した時、我らは新生術によるほとんど互角な戦いを行い、死闘を繰り広げた。じゃが、やつは最後の最後で戦っていた空間を丸ごとシステムコマンド禁止アドレスに指定しよったのじゃ。その結果、わしはやつに敗北したというわけじゃ。そしてわしは敗走して大図書室に逃げ込み、術式で扉を破壊し、カセドラルからこの空間を切り離した。あんたはアドミニストレーターに敗れ、この大図書室に逃れた後ずっとここにいたのか。うむ。そしてわしはここで200年にわたってお主のような協力者を待ち続けてきたというわけじゃ。アドミニストレーターはわしが動くより先に奇襲を警戒し、それに対抗する手を打った。職務の大部分を代行させ、同時に最強の守護者となりうる忠実にして強力な手駒を揃えたのじゃ。それこそが聖号騎士であり、彼らの誕生によってわしの奇襲が成功する確率は限りなく低下した。それにわしは一人、対してやつは聖号騎士を有する巨大組織のトップじゃ。だから協力者を求めたのか。うむ。とはいえ協力者は禁忌目録を破ることができ、さらには戦闘能力および高度な新生術を扱える必要がある。わしは条件に合致した人物を見つけるために鳥や虫を使い魔として全世界に放った。そんな中、わしの耳にアドミニストレーターが配置した破壊不能オブジェクトが破壊されたという情報が入ってな。わしはオブジェクトを破壊した若造2人を見つけ、使い魔の1人に、名前はシャーロットじゃ。ルーリットの村を出たその時からお主とユージオの言動を見聞きしておった。じゃあ、たまに髪の毛をツンツン引っ張られるような感覚があったのはもしかして。わしはまずお主と相棒が人の手ではほぼ破壊不能なオブジェクト、ギガスシダーを破壊したがゆえに、その理由を探らせた。そしてお主らがたった二人でダークテリトリーからの先見偵察部隊を撃退したと分かったのじゃ。さらにシャーロットを通して観察を続けるうちに、お主が禁忌目録に縛られておらぬことを知った。またお主が外部から来た人間であることもな。わしはそれゆえお主を最大の希望として見出したのだ。そうだったのか。あれは
俺に宿った霊感でも直感力でも何でもなかったってわけだ。もしかしてあの時も、育ててたゼフィリアのつぼみを切られた時、俺を励ましてくれたのも君なのか？ありがとう、シャーロット。氷教会の支配下にある最強の守護者、聖号騎士、彼らは一体何なんだ？事実は核も残酷なものでな。アドミニストレーターが禁忌目録違反による反逆を恐れるがゆえに作り出した手駒に過ぎんのじゃよ。アドミニストレーターはシンセサイズの秘儀なる儀式により元の記憶を奪い、その代わりに忠誠意識を植え付ける。そうして生み出されたのが聖号騎士なのじゃ。そのシンセサイズの秘儀、やつが違反指数の高い人間を山ほど研究材料に使い生み出した術式じゃ。対象の記憶の一部を奪い、代わりに己への忠誠を強いる。パイエティモジュールを頭部に埋め込む。わしがお主を協力者に選び、アドミニストレーターを倒さんとする理由は、失った権限を取り戻すためだけではない。ましてや禁忌目録という鎖に縛られる民を解放するためでもないのだ。どういうことだ？いずれ外部の人間がこの世界に与える運命、最終負荷実験、その日が来るまでにわしが全ての魂を静かに、痛みも苦しみもなく眠らせるためじゃ。最終負荷実験ってのは一体何なんだ？うむ、まず前提として、この世界を作ったラースは人工フラクトライトたちの幸福な営みなど望んではおらぬのだ。むしろその逆、民たちを巨大な万力でゆっくりゆっくりと締め上げて、どのように抗うのか観察するためにのみこの世界は存在する。一体何が起こるんだ？人界という卵を挟み込む闇の世界の住人たちは、人間と同じフラクトライトに殺戮と強奪の行動原理を付与された存在じゃ。彼らは単純に力の優劣をヒエラルキーとする体制によって組織化され、原始的じゃが強力な軍隊を作り上げておる。その集団が彼らの言葉でイウムと呼ぶ人海人の領土に攻め入り、暴虐の限りを尽くす日を今か今かと待っておる。これがアンダーワールドという世界の歴史と待ち受ける苦難のすべてじゃ。なるほどな。それじゃあ最高司祭であるアドミンストレーターを倒して、
あんたがカーディナルシステムの全権を取り戻したとしても、最終負荷実験による闇の軍勢の進行は止められないんだな。うむ。それにもし仮にわしが全権限を回復し、一撃で闇の怪物を焼き尽くすコマンドは、わしはそれを使わぬよ。なぜなら彼らとて望んで怪物となったわけではないのじゃ。ダークテリトリーに住む種族たちも人工フラクトライトを持つ存在だからか。うん、言うたじゃろ、100年考えても答えなど出ぬとな。そんな彼らを一方的に悪として断罪することなどできはしないか。じゃあ人界とダークテリトリーが和平を締結するよう試みることはできないのか。それには数百年の歳月がかかることであろう。そしてこの世界のすべてはラースが掌握し支配している和平。それゆえわしは最終負荷実験の到来が来る前にアドミニストレーターを排除し、カーディナルシステムとしての全権を取り戻す。そしてアンダーワールドを人界もダークテリトリーも全てまとめて無に返そう。無に返す？ああ、ライトキューブクラスターに保存されている全てのフラクトライトを削除するのじゃ。人界の民のものも闇の民のものも一つ残らずな。それはつまり、人々が死ぬことを回避できないなら、その前にみんなを安楽死させる、そういうことか。この世界の民の魂は一瞬の操作で消滅する。何一つ知覚せぬまま消え失せるのだ。それが殺人行為であることに何ら変わりはないかな。この世界がラースに依存している以上、独立は望めぬからな。ラースにとってアンダーワールドはただの実験対象じゃ。そうだな、現状ではどう考えても不可能だ。これでわしが単にこの世界の人々を救うためにお主に協力を要請したわけではないと分かったであろう。なあ、よく分かったよ。あんたがどんな思いで200年間この世界を見つめ続け、その結論に至ったかもな。そうか。この世界の人々はラースにとってはただの実験対象に過ぎない。最終負荷実験に向けて育てられた一瞬の操作で消し去ることが可能な存在なんだ。どう交渉し彼らの命の自由を叫んだところで、その望みは一瞬にして途絶えてしまうことだろう。だが本当にそうなのか、あがき、その実験を止めることはできないというのか。お主がわしに協力し、わしが全権限を取り戻すことができたのならば、
限定的ではあるが、お主の望みを叶えよう。助けたいと願う者の名を指定すれば、その者たちのフラクトライトは消去せず、あとはお主が外部世界に脱出した後に彼らの魂が残ったライトキューブを確保すればよい。10個程度であれば不可能であるまい。お主にとってもこれが最善ではないにせよ、事前の選択のはずだ。俺はそう簡単に割り切ることはできないよ。誰かだけを選び助けるだなんて。そうじゃろうな。2年半、わしが見つめたお主はそういうやつじゃった。この世界の人々の儚い命、それを選別する権利など俺にあるのだろうか。だが現状、俺にはどうすることもできないんだ。たとえ俺が外の世界と連絡を取ることができたとしても。事情は分かったよ。どうじゃキリトよ、わしは強制できん。もしお主がわしと協力できぬとしても、望みの位置のバックドアからお主とユージを送り出してやろう。その場合はお主らが万難を排してアドミニストレーターを倒し、それぞれの目的を果たした後はこのわしと戦うことになるじゃろうが。カーディナル、あんたは自分の魂はクイネラのコピーだとそう言ったよな。うむ。ならあんたにも純粋なる貴族の血が流れているはずだ。おの、なぜあんたは全てを投げ出し逃げなかったんだ。愚かなやつじゃ、つくづく。言うたろ、カーディナルサブプロセスの存在理由を。魂に焼き付けられたわしにとって、あらゆる利益、あらゆる望みはただ一つ。わしにとってはもはや正常なる世界とは完全なる虚無に返すこと以外に実現できぬのじゃ。ゆえにわしは、いや違うかな、わしにも欲望はある。たった一つ、この200年どうしても知りたかったことが。おいキリト、お主も立て。は？ということか。あったかい。やっと報われた。私の200年は間違いじゃなかった。この温かさを知っただけで私は満足。報われた、十分に。いつまでぼーっと突っ立っておるつもりじゃ。そりゃないよ。それで結論は出たか。わかった、
あんたの作戦に乗るよ。でも俺は考えることはやめない。この先聖号騎士たちやアドミニストレーターとの戦いが始まっても、何か手段がないか探し続ける。孵化実験段階の悲劇をどうにか回避して、世界が平和に存続できるような解決策を。やれやれ、とんでもない楽天家じゃな。だってさ、俺はあんたにも消えてほしくないんだ。10人選べと言われたら、そこにはあんたも入れるよ、間違いなく。その上愚かなやつじゃ。わしが脱出してしまったら、誰がこの世界を消去するというのだ。だから状況は理解したけど、悪あがきは放棄しないって言ってるだけだよ。お主にもいつかは諦めることの苦さを知る時が来る。及ばぬであろうという推測を受け入れなくてはならぬ時が。さ、相棒もそろそろ歴史書を読み終わるだろうし、今後の具体的な行動計画は友人を交えて話そう。